テキサス・スタジアムはアメリカ合衆国のテキサス州アービングにあったスタジアム。NFL ・ダラス・カウボーイズの本拠地スタジアムとして長く使用された。コットンボールに代わるカウボーイズの新スタジアムとして1971年に会場。11月から12月にかけてはハイスクールフットボールの会場となり、1日に3試合行われることも珍しくない。 さらにカレッジフットボールの試合でもたびたび使用されるなどフットボールシーズンの間にはプロアマ問わず様々な試合が行われる。1972年から4年間は NASL ダラストルネードの本拠地になったためサッカーも行われた。1973年にはプロボールの開催。2001年にはビッグ12カンファレンスの決勝戦が行われた。1995年 ペプシコとの間20年4000万ドルのマーケティング契約を結んだ。カウボーイズは2009年に同州アーリントンに完成予定の新スタジアムへ移転する計画が持ち上がった。2004年11月に住民投票が行われ、新スタジアム建設に公金を投入することが承認され、そのために1ドルにつき0.5セントの特別消費税が住民に課せられた。 2008年12月20日、テキサススタジアムでのカウボーイズ最後の試合が、ボルチモア・レイブンズとの間で行われ、プレーオフ争いをしていたチームは24から33で大事な一戦を落とした。試合後の式典には63,800人の監修のおよそ半数、エミット、スミス、ロジャースとバックラ、カウボーイズ OB も多数参加した。 カウボーイズはこのスタジアムで38年間に213勝100敗の成績を残した。2010年4月11日のオープンより39年目に爆破解体された。テキサススタジアムで特徴的なのは屋根である。客席の上を屋根が覆っているが、フィールドの上には屋根がない。もともとは完全なドームにする予定だったが、屋根の重みに、 スタジアムが耐えられないことが判明し、さらに重みに耐えられるよう市中を作り直す前に、資金が尽きてしまったためこのような形状になった。テキサスの人々は、テキサスでは神様もフットボールを見たいのさというジョークにしたという。この半屋根形式のスタジアムは、欧州サッカーのスタジアムなどに多いが、アメリカでは珍しいタイプである。 会場から40年近くが経ち塗装が剥がれてきた2006年夏に初めて塗り直された。フィールドの人工芝は会場以来長い間テキサスターフというタイプのものを使用していた。これは性能はアストロターフと変わらない。しかし2002年シーズンからはリアルターフという柔らかいタイプのものに張り替えられた。ありがとうございます。